なる鉄拳、飛龍拳。仮面ライダースーパーワンとは、1980年から全48話が放送された、仮面ライダーシリーズの第7作なのでおます。コードネームスーパーワンは、アメリカの国際宇宙開発研究所で誕生した、惑星開発用の改造人間なのでして、自ら進んで改造手術を受けた、主人公、沖和也が変身するのでございます。しかーし、スーパーワンの存在を知った、テラーマクロ率いる暗黒国家ドグマのメガール将軍が、スーパーワンの引き渡しを要求したのよ。参ったね。プロジェクトの責任者であるヘンリー博士はこれを拒否、脅迫された研究員により、変身に必要なコンピューターが破壊されちまったんだとさ。ファイアーコングにヘンリー博士も殺され、研究所もドグマの手により爆破されて木っ端みじんときた問題。カズヤはスーパーワンに変身してなんとか生還したけども、自由に変身できなきゃ話になんねえ。日本に戻ったカズヤは、変身の呼吸を身につけるべく、赤心寺で赤心少林拳の修行に明け暮れ、なんやかんやで、変身できるようになったのでございます。前作から引き続き登場した、谷源次郎から仮面ライダースーパーワンの名を贈られ、人類の未来のためドグマと戦うことになったのだー。その通り。元は、前作の仮面ライダー、スカイライダーが主役の仮面ライダーの視聴率が伸び悩んだ際に、テコ入れの一環として検討された中の、新ヒーロー、仮面ライダー V9 が元なんよ。仮面ライダーの視聴率が向上したことで番組内での登場は見送られ、改めて、新番組での主役として日の目を見たのでございやす。前作の反省として、戦い方にケレン味をつける意味合いから、当時流行っていたカンフーアクションを導入したのよね。よく見や、ジャッキーチェンのまんまやね。ファイブハンドと呼ばれる、スーパーハンド、パワーハンド、エレキハンド、霊熱ハンド、レーダーハンドに瞬時に全腕部を完走できる特殊能力や、オンロード用のハーレーみたいな V マシーン、モトクロスみてえな、オフロード用のブルーバージョンの2台のバイクという様々な新要素を導入されたのでございやす。とにもかくにも、早々と映画の制作が決定するほどの人気を博し、蜂をモチーフにしたデザインもが近所に好評だったものよのう。特に、ファイブハンドの人気は高く、好きなやつは、ファイブハンドを飛ばして遊べたコピーの超合金を、ガンプラとかそっちのけで親におねだりしていたもんざいもん。金のねえやつは、赤心少林拳の練習に勤しんだものなのでござんすよ。はい。嘘だー。でもねでもね、ドグマ編が終わった後の、24話から放送枠がローカル枠に変更されちまったのよ。あいたたたー。ガキンチョの視聴離れを懸念したスタッフらにより、番組方針が低年齢向けのコミカルな路線に見直され、なんか、ゴレンジャーみたいなテイストのジンドグマ編が始まったんだとさ。そうだっけ？当時は、視聴率が低下すると、テコ入れに先輩ライダーがやってくるなんて知らなかったものだけどもね。テレビマガジンには、前作のラストで宇宙に消えたライダーたちが、宇宙空間で体を修理しているよもすえなカットが載っていたりしたもんで、そのうちスーパーワンにも再登場すると、ガキンチョはみんなそう信じていたものなのよん。そしてついに、劇場版の仮面ライダースーパーワンで歴代の8人ライダーが復活。テレビにも登場してくれると、ガキンチョは期待に胸を膨らませたのでしたとさ。テレビには出ねえでやんの。キットの値段は300円。1981年2月に発売された、ベストメカコレクション12番目のキットだったモンチッチ。すなわち、144分の1スケールの、量産型額の後の発売なのですよん。ちなみに、このキットの後は、シャア専用無彩が発売されたりした問題。キットは、仮面ライダースーパーワンがブルーバージョンに乗車した携帯を、ベストメカコレクションの仕様で立体化したディスプレイキットなんどすえ。成形色は青一色で、シールと飾り台付きなのよ。V マシーンがキット化されなかったんで、このキットがスーパーワンとしては貴重なプラモデルだと言えるやね。今見ても、お値段以上にいい線いってる良作キットなのだけど、その後、再販されなかったのが全くもって不思議なのでございやす。そうだ、その通り。当時はまさに、ガンプラブームが本格的に始まったって時期でして、バンダイさんも多忙だったせいか、様々な改善に迫られてた時期だったらしいのよ。単独で発売されていたスカイライダーのキットとは異なり、ぶっちゃけしょぼい、ベストメカコレクションでの発売になったあたり、ガンプラ優先による逆風をまともに受けた感じよな。ベストメカコレクションのインストも、この頃から、2枚ではなく中折れ式の1枚になったのでございます。ディスプレイモデルなんで、可動部分はタイヤとスタンドしかないけども、巷のガキンチョは、無理やり滑り台とかで走らせて遊んでいたっけそうだっけ。当時としてはなかなかによくできたキットでして、塗装の面でも、ミスターカラーを筆でベタ塗りしやすい、ブルーやブラック、シルバー、モンザレットなどが使える点で交換されたものなのよん。でもまあ、ザクヤグフが砂場で遊んでる時代だよん。ほとんどのガキンチョは、作ったその日に遊んで壊すやつも多かったりしたもんよ。まあね、このキットのためにわざわざ塗料を買うやつなんて少数派。ガンプラとかに使った余りを、ちょこちょこ塗るくらいだったんじゃねえの？特撮マニア。つまり年長のオタクでもなけらね、回収して塗装までするってのはかなりの思い入れが必要になると思うのねん。ああ、こやこや。俺らの仲間内でこのキットが人気だったのは、80年代後半から90年代初頭だったのよん。
特撮ブームが再燃して、瓦礫がバンバン発売された時期にゃあね。巷のおもちゃ屋に売れ残った、特撮もののキットを探すマニアが大勢いたものよのう。おもちゃ屋のばあちゃんに、古いプラモデルある？なんて尋ねればだね。もう何人もあんたみたいなお兄さんが探しに来たから、残ってるかどうかわからねえと来たもんだい。いやーん、マイチング。ぶっちゃけ、店のばあちゃんの言葉は当てになんねえものなのよん。散々探し回った挙句、何も買って帰らないお粗末さんも多かったものでして、こんなやからは他の客の迷惑になるんで、とっとと帰ってほしいのが当たり前だのクラッカー。でもね、最初に1000円くらいの商品とかをバーンと買ってから聞いたんさい。たまに、古い段ボールとかを一緒に探してくれることもあるのよねん。すっごーい。モデラーの楽しみとも言える比例回収ポイントはだね。当時のキットで、このキットみたいな体を曲げた難しいポーズのフィギュアはね、必ず、合わせ目に隙間ができたものなのよん。まだ、タミヤさんのエポキシパテが巷に流通していない時期だったんで、やわくて引ける、乾燥の遅いラッカーパテを使うか、プラモのランナーをセメントで溶かした、ランナーパテを使うのが定番だったそうだった。ランナーパテも乾燥が遅くて引けるんで、俺とかは、ランナーをライターで熱して、ドロドロになったプラを押し付け成形していたものなのさ。そうかそうか、よかったね。次回のキットは、これだ。